ちょっと白いですよ、なんかほんと綺麗になりましたよね。揺れるこれ怖っ。みんなこんにちは、科学のお姉さんこと五十嵐美希です。今回は素晴らしいゲストのお二人に来ていただきました。どうも、よくの浜口です。はい、助手のクロちゃんです。わー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 、みんなすごくないこれね。はい、僕のこの格好に関してはノーコメントじゃないですか。みんなね、ちょっとびっくりしたよね。何があったんかな。浜口さんの YouTube チャンネルとコラボということで、はい、ありがとうございます。いろいろ、ね、今実験してきたんですが、はい、ちょっとお二人どうでしたか。いや楽しかったですね。あの科学でクロちゃんをこんなボコボコにできんねやな。だから本当に、ね、楽しみがありました。そんなことを先生が本当に言ってなかったから、ね、バラエティでいろいろ罰ゲームとかいろいろあるやん、はい、新しいこうなんかリアクション芸とか罰ゲームがいっぱいこれできるなとかって、うん、僕ワクワクしましたね。嬉しい。本当そうですよね、うん、なんかその子供からできて大人まで楽しめるっていうのがあるんだなっていうのと、うんうんうん、本当にボコボコされましたね。あと見てください、うちのねやっぱね兄さん浜口さんがねリアクションすごいから見といてください。楽しみですよ。失敗したとか言うてなかったですね。誰もみたいな端っこでやるとかね。でもクロちゃんもひゃっ言っちゃったから。あったんだから、いろんなことが。ぜひその様子は概要欄に、はい、浜口さんの YouTube チャンネルのリンクも貼りますので、そちらからぜひご覧ください。はい、で今回このミキラボキッズでは、はい、そこでやった実験の手順と原理を詳しく説明したいと思います。なので一緒にポーズをお願いできますか。わ、はい、かりました。それではいきますよ。レッツサイエンス。はい、ということで実験とっても盛り上がったわけなんですけれども、その実験の中でも静電気の実験があります。でその作り方についてはご紹介できなかったので、今から紹介していきたいと思います。あ、これですか。今までポニーテールしててこんな爆発したことないんですけど。何が起きてるんですかね。まあでも今からやるのは雷電瓶というものを作るんですが、これ実は静電気を蓄える装置で、オランダのライデン大学っていうところで発明されたっていうところが由来になっています。ぜひそういったことも覚えながらこの実験試してみていただけると嬉しいです。ただちょっとビリビリするので、そういったものが怖いよっていう人とか、あと心臓にそのペースメーカーが入ってる方とかはやらないように注意してください。いや、うまくいくのかな。なんか今日髪の毛がすっごい爆発してんだよな。大丈夫なのかな。はい、ではまず用意するものはプラスチックカップ2つ、そしてアルミホイル、ハサミ、セロテープ、そしてこのようなタオル、あと、まあ、今回塩ビパイプというものを用意してるんですけれども、下敷きとか風船でもできます。ではこれから作っていきたいと思います。まずはこのプラスチックカップにアルミホイルを巻いていきます。あ、大きさはそこまでこだわらずに、ぐるっとまあ一周するような長さで切って巻いちゃってください。でちょっと止まらないところがあればセロテープで貼って固定してください。もうなんかこの時点でちょっと怖い予感しますよね。これをもう一つ同じものを作ります。ですね、でですね、でですね。この実験はですね、夏だと湿気が多くてあまりうまくいきません。静電気ってその乾燥してる時とか、こう冬とかにパチッと
起こると思うんですけれども、これ夏にやってできませんっていう連絡がかなり多いので、ぜひこの時期に冬の間に試してみてください。こんな感じで2つ完成しました。そしたらこれをこのまま置いておいて、次に、はい、アルミホイルを、このようにだいたい3センチずつぐらい、3センチじゃなくてもいいんですけど、ほんとこんな感じでぐるぐるって巻いて、棒なるものを棒なるものを作ってください棒な…ん棒…ん分かんない、いいや、はい。で、これを半分に折ります。で、半分に折りました。そしたら、これを重ねて間に、はい、このように入れます。で、この棒なるものがこの間にしっかりと挟まるようにしてください。はい、これで完成です。簡単ですよね。でも結構その威力というのはすごくてですね、今からそのやり方を説明したいと思います。今からこの塩ビパイプをこのタオルでこのように擦って静電気を帯びさせます。で、それをここに近づけて、この中に静電気を溜めていきます。擦るものにもよるんですけれども、まずはちょっと20回ぐらいちょっと溜めてみたいと思います。パチパチ言ってますよ。聞こえるかな。お、聞こえる？パチって。お、ふう。本当に夏とか人が多かったりとかして湿気が多いとパチッとならないので、ちょっとそれはぜひ気をつけていただければと思います。おお、パチパチ言ってますよ。風船でも大丈夫です。おお、何回だっけでちょっとパチパチ言わなくなってきたら、タオルの別のところとかでこするとまたパチパチ言います。アルミにこのように近づけながらこすってください。下敷きとかでやるときもこすってこういう感じで、だん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 ここに静電気を帯びさせていくようなイメージでこすってください。今何回やったっけ。そうしましたら、片手でここのアルミホイルの部分を持って、片手でこの部分を触ります。そうすると、いてっ、いてっっていう今ここを持って、さらにここ手で触ると電気の通り道ができて、つながって、そこでパチッという風に静電気がこう放電されたということになります。やってみます？寝てるんでカメラマンがちょっと起こしたいと思います。はい、どうぞめっちゃビビってる、めっちゃビビってる。あたー思います起きた起きたやっと起きたあ、よだれできちゃった楽しくてその浜口さんとかに仕掛けた時には、すごく、クロちゃんがずっとこうなんかね、なんですかね、熱を持って喋ってて、なんか湿気がなんかすごかったんですよ。本当になんかお風呂みたいな、なんかもうなんか湯気立つんじゃないかみたいな状態になってて、そういう状態ではこういう風に静電気パチパチ言いませんので皆さんもちょっとね、静かな気持ちで実験をしていただければなと思います。他にも、これで物足りないよという人がいたら、ちょっと細めの長い、はい、棒なるものを作って、例えばこういうもの1本とちょっと短めのを追加するだけである遊びをすることができます。
これさっき挟んだところとこの反対側のこの同じところにこの長い棒をこのように一緒に入れます。これもしっかりと奥の方まで刺してください。そしたらここを、ぐにゃぐにゃっと自分の好きな形にして、でもこことここは当たらないようにしてくださいね。こんな感じエームなっちゃったんですけど、そしたらこの短いもう一個のやつを、このようにぐるぐるぐるってねじって、ちょっとこういう風に通るような感じにしてください。やってみますか？はい。じゃあ同じように電気を貯めてみたいと思います。なんかだんだん乾燥してきてます。なんかだんだんパチパチ言うようになってきましたね。はい、こんな感じで貯めて、そしたら片手でこれを持って、片手で、はい、ここを持ちます。さあそれでここから、あ、怖怖手がまずですね、手が震えてるんですよ、こっちが。だから猫れがいですごい揺れるんだよ。それがさあ、怖い本当皆さんもやってみてください、怖いですから揺れる揺れるこれまあでも本当にこれもまた簡単に作ることができて、友達を驚かせたりすることもできるので、もしよろしければ試してみてください。ということで今回は雷電瓶の作り方をご説明しました。他にもケチャップ大爆発実験とか、あと超炭酸風呂などちょっとね過激な実験もクロちゃんに仕掛けていますので、もしよろしければそちらも概要欄のリンクからご覧いただければと思います。ミキラボキッズではこれからもお家でできるような実験をアップしていきたいと思いますので、ぜひチェックしていただけると嬉しいです。それではまたお会いしましょう。バイバイ。すごかったけど本当にもう溺れるなんて思わなかったですねあの状態で。すごかった。いや、ありがとうございます。なんかでも綺麗になったな。本当ですか？なんかすごい綺麗ですね。綺麗になったって何なんですか？ほんまちょっと白いですよ。なんか本当綺麗になりましたよね。薄みが取れた。いやいや、赤太郎みたいに言わないクエン酸の重曹やったんや。いやいや、そんなことないですよ。いやいや、すごい。